どうもこんばんは、ヨッピーノです。今回は、先月に面白いマシンが出ていたので、それを紹介したいと思います。それがこちら。キャノンディーボールです。30年くらい前に出たマシン、キャノンボールが、進化して発売されました。個人的に、どう変わっているのか、気になったため、購入してみました。早速見ていきたいと思います。まずはボディです。かなり、いかつい感じですね。攻めたデザインで、色は、明るめのグリーンです。前のマシンとは、随分違うデザインとなってるようです。続いて、シャーシです。シャーシは、MA シャーシですね。今は、だいたい MA シャーシか、AR シャーシなんですかね。ホイールは、白の台形タイヤです。標準で台形だと、ボディを削らないでいいのが、嬉しいです。タイヤは、普通のノーマルタイヤです。電池カバーやローラーは、赤のようです。そういえば、最近は、蛍光色みたいな、派手なシャーシもありますよね。ギアは、4対1の、ハイスピードギアです。レッツゴー世代の自分は、スーパーカウンターギアという名称が、頭に残っています。最近のステッカーは、メタリック調ですよね。個人的には、普通の方が好きなのですが。かなりいかついマシンですが、なかなかかっこいいと思います。最近は、実写に近いものが多いので、こういったデザインのマシンは、斬新です。赤のアクセントが効いていて、おしゃれですね。正直、30年前のマシンが、進化して登場するなんて、夢にも思わなかったです。引き続き、ダンシングドールや、バーニングさんも、進化するんでしょうかね。塗装派としては、こういった攻めたデザインが増えると、幅が広がって、すごく嬉しいです。また、気になったマシンがあったら、購入してレビューしてみたいと、思います。今回の動画は、これでおしまいとなります。最後までご視聴ありがとうございました。